皆さんどうもこんにちは。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。本要約チャンネルの竹見です。今回は、絶対に取るべき最強に若返る薬総まとめと題しまして、科学的根拠にしっかりと基づいて、老化したくないとか、いつまでも若々しくありたいとか、いつまでも健康で長生きしたいと願うのならば、絶対に摂取するべき素晴らしき若返る薬たちを皆様にまとめてご紹介していきたいと思います。 day ここでね、最強に若返る薬なんて言ってしまうと、何やら高額なサプリメントとか、怪しい健康食品を紹介されるのではないかと、身構えてしまうかもしれませんが、そんなつもりはもうとありません。私たちの身近にあって、お値段も高くなく、工夫次第で摂取できるものを皆さんにご紹介していきたいと思います。あまりにもお値段が安く、そしてあまりにも身近にあるものばかりですから、皆さん 今までバカにしてきたかもしれませんが今日紹介するものはしっかりと科学的に若返りの効果があると認められているものばかりなんです是非若返るために高いエステに通ったり高いサプリメントを摂取する前に本日紹介するものを摂取していただき体の内側から若返っていただければとても嬉しく思います若返ったり 健康になるのにそんなにお金はかからないんです。それでは早速参りましょう。では最初に。 皆様が動画の構成を理解しやすいようにこれから紹介する最強に若返る薬を最初にまとめて発表しておきましょう絶対に取るべき最強に若返る薬1ブロッコリースプラウト2エキストラバージンオリーブオイル3緑の葉野菜さていかがでしょうかもちろんねもっと有名なものもあるんですがここでは比較的皆さんがあまり聞いたことがないであろうものを取り上げております 皆さんが一度は聞いたことがある有名なものに関しましては動画の最後の方でサクッと触れますのでそちらもぜひ楽しみにしておいてくださいではそれぞれ具体的に一つずつ取り上げて解説していきたいと思いますまた 単に最強に若返る薬を解説するだけにとどまらずそれに関連した生活に役立つ様々な科学的な知識も同時に習得できるように動画を作っておりますのでぜひ最後までお付き合いくださいそれでは早速一つ目から参りましょうまずは一つ目の最強に若返る薬ブロッコリースプラウトについて解説していきたいと思いますさて皆さんはねそもそもこのブロッコリースプラウトという食材を聞いたことが あるでしょうかブロッコリースプラウトとは簡単に言っちゃうとブロッコリーの目でございますもっと簡単に言うとブロッコリーの赤ちゃんでございますそのルックスはカイワレ根のような見た目をしておりますさて皆さんはそもそもブロッコリーが体にいいというのを聞いたことあるかと思いますこのチャンネルでもかなりブロッコリーをご利用ししておりますのですでに知っている方も多いかと思います実 実際ねブロッコリーは野菜の王様と呼ばれているほど栄養価が高い野菜として非常に評価が高いんですそしてね中でも今回のブロッコリーの赤ちゃんであるブロッコリースプラウトはブロッコリーにはちょっとしか含まれない有効成分であるスルフォラファンという物質が多く含まれているんだということが分かっていますこのスルフォラファンという物質は近年注目が集まっているフィトケミカルの一種 でありますフィトケミカルとは植物中に存在する化合物ですもうちょっと言うとフィトケミカルとは野菜果物豆類芋類海藻 お茶やハーブなど植物性食品の色素や香りアクなどの成分から発見された化学物質になります植物が持っている化学物質のことですこのフィトケミカルは食物繊維に続く第7の栄養素と呼ばれていて最近私たちの健康に非常に良いとして注目されているんです例えばフィトケミカルの代表的なものとしましてはコーヒーに含まれているクロロゲン酸や大豆に含まれている イソフラボン緑黄色野菜に含まれているカロテノイドニンニクやネギなどに含まれているアリシンなどが挙げられますそしてこのようなフィトケムカルの一種であるスルフォラファンという物質にもさまざまな健康効果が報告されているわけなんです例えば スルフフォラファンは体の解毒力力や抗酸化力を高めてくれますまた、スルフォラファンは免疫力を高めてくれるということも分かっております。さらにさらに、スルフォラファンを高濃度に含むブロッコリースプラウトを2ヶ月間摂取すると、老化を引き起こす物質の一つである AGE の血中濃度が優位に減少したということも研究によって示されております。この 軽いやつとして結構有名ですからこの AGE の濃度がブロッコリースプラウトによって下がるのならばブロッコリースプラウトは老化を防止する言い換えれば若返る効果があるといえそうですまたいくつかの研究によるとスルフォラファンがメンタルヘルスにも良い影響をもたらしてくれるということがわかっているんです研究者はスルフフォラファンがうつ病や 統合失調症などの障害に関連しているグルタミン酸と呼ばれる化合物のレベルを下げるのに役立つ可能性があるということを発見しております。このことからね、スルフォラファンがメンタルを改善してくれるのではないかと言われているんです。さて、ここまでざっとスルフォラファンのメリットについて見てきました。ブロッコリースプラウトは このスルフラファンを一般的なブロッコリーの20倍以上含んだ非常に魅力的で優秀な食材とされております。ブロッコリースプラウトの魅力についてこれまで知らなかったよという人はぜひこの動画をきっかけにしていただいてブロッコリースプラウトをちょっと食卓に加えてみてはいかがでしょうか。皆さんのお近くのスーパーに このブロッコリースプラウトが売っているかどうかは私はちょっとわかりませんが今度スーパーに行ったらブロッコリースプラウトあるかなってちょっと探してみてほしいと思うんですそしてもしスーパーになかったよという人は自分で育ててみるというのも結構楽しいかもしれませんアマゾンなどでブロッコリースプラウトと検索するとブロッコリースプラウトの種が売っておりましたのでこれを使って簡単にブロッコリースプラウトを家で 育てることができるようですよくね窓際でカイワレ大根とか謎の植物を育てている人いますよね こんな感じでブロッコリースプラウトも簡単に育てることができるようですから Amazon で種を購入してブロッコリースプラウト育て方でググって自分で育ててみるのもありかもしれません目の前でね面白いようにぐんぐん育っていくのを見ることができますから意外に楽しいと思いますよまた Amazon でブロッコリースプラウトと検索してみると結構ねたくさんサプリが売られているのが見つかりましたブロッコリースプラウトが なかなか手に入らないし自分で育てるのがめんどくさいよと言った人はこちらを試してみても良いかもしれませんまたここではブロッコリースプラウトを取り上げて解説してきましたが当然ですがブロッコリーにも様々な健康効果が認められていてブロッコリーは最強の野菜であるということを忘れてはいけませんですからブロッコリースプラウトが手に入りにくいよという人はブロッコリーを代わりに食べていただいてもよいかと思います例えばブロッ ブロッコリーを摂取することによって、炎症のマーカーである血中の CRP、または C 反応性タンパク質のレベルを低下させることができると研究は報告しております。 また684人の年配のオーストラリア人の女性を対象に行われた研究によるとブロッコリーは血管疾患を予防する可能性があると報告されておりますさらにブロッコリーは脂肪肝疾患のリスクを下げてくれたりがんのリスクを減らしてくれるかもしれないということが研究によって示唆されておりますまたブロッコリーに含まれる抗酸化物質の一つであるビタミン K は認知機能をてか 改善してててくれるとということも研究によってっ分かますまた、ブロッコリーに含まれる、硫黄化合物の抗酸化作用が、認知症や脳卒中を予防する可能性があることを示唆しております。というわけで、ブロッコリースプラウトだけではなく、ブロッコリーもぜひともよろしくお願いいたします。さてさて、いかがでしたでしょうか。それではここまでで、一つ目の最強に若返る薬、ブロッコリースプラウトについての解説を終わりにして、次に きましょうかそれでは次2つ目の最強に若返る薬エキストラバージンオリーブオイルについて解説していきたいと思いますさて皆さん来ましたね お次はエキストラバージンオリーブオイルですこのチャンネルでは何度かエキストラバージンオリーブオイルについて取り上げておりますがやはり最強に若返る最強に健康に良いという観点からこれを外すことができませんのでラインナップに加えさせてもらいましたエキストラバージンオリーブオイルは地球上でね最も健康的なオイルの一つとして有名であり極上のオイルなどと呼ばれたりもしておりますこのエキストラ エストラバージンオリーブオイルのメリットを解説する前に、まず世界的にも極めて評価が高い地中海食についてサクッと解説していきたいと思います。さて 皆さんは地中海食というものが健康にいいんだよと言われているのをこれまで聞いたことあるかもしれません地中海食とは南イタリアやギリシャなどの地中海沿岸地域の伝統的な食事内容のことでありオリーブオイルや野菜や魚介類フルーツなどをふんだんに使用する食事方法でございますこの地中海食は 単純にね、味も美味しいことに加えて、食事方法による健康効果で大変注目されている食事方法になります。アメリカの US ニュースワールドレポートによると、地中海式食事法は、その安全性、実施のしやすさ、 栄養価の高さ体重減少に寄与する効果の観点から2018年から2021年まで連続でベストオーバーオールダイエットに選出されており国際的にも評価が高い健康的な食事法だそうですそもそも地中海食が注目されるようになったのは地中海に隣接する国に住む人々の冠動脈性心臓病の発生率が世界で最も低くてそして寿命が最も長い 長いということが調査によって判明していたからなんです。 研究者とかがね、なんで地中海に隣接する国に住んでいる人は心臓病の発生率が最も低くて寿命がめっちゃ長いんだよということで調査をしたところ彼らの食事、すなわち地中海食が健康にいいのだろうということが分かってきたわけなんです地中海食のおかげで彼らはこのように健康なんだろうと分かってきたんです今ではこのオリーブオイルを中心とした地中海食が健康全般にとって良い 影響をもたららしてててくれれるとということが様々な研究にによって明らかにされております健康全体にね良い影響をもたらしてくれるということは当然ながら老化を防ぎ若返り効果もあるということです例えば炎症を減らすことによって老化を防いでくれたりといった効果があるんですそして この地中海食は私たちの脳にも非常に良くて脳を若々しく保ってくれるということが新しい研究によっても判明しております結論を先に述べると地中海式食事療法をより厳密に行った高齢者は記憶力思考力問題解決力言語のテストで最高のスコアを叩き出したということが分かっておりますまあね簡単に言っちゃうと地中海食を厳密に に行った高齢者は脳の機能がいつまでも若々しかったよということであります少しだけね具体的な研究内容を紹介しておきましょうかこの研究では研究者は平均年齢79歳の 500人以上を集めそして彼らの脳をスキャンしそして彼らがどのような食事をしているのかということについて尋ねその後彼らの思考スキルをテストしたんですその結果地中海式食事はより良い思考スキルに関連しているということが明らかになったんです地中海式食事療法をより厳密に行った高齢者は記憶力、思考力、力思考問題解決力 言語ののテスストでで最高のスコアを示したんですまた他の研究では地中海式食事療法に従うことで人々が脳の萎縮を食い止めるのに役立つということが示唆されております私たちの脳というのは悲しいことに年齢とともに放っておけば萎縮して小さくなっていくんですが地中海式食事療法に従えばこの萎縮を食い止めることができると研究によって示唆されているわけなんです 研究者はこの結果を受けて次のようにコメントしております。 加齢ととともにに脳脳は収縮し脳細胞をを失い学習と記憶に影響を与える可能性がありますこの研究は地中海食食事が脳の健康にプラスの影響を与えることを示唆する一連の証拠となるでしょうさてここまで地中海食が健康全般にとってメリットをもたらすんだよとそして体や脳の老化を防いでくれるんだよということをお伝えしてきましたでではは地中海食具体的に どんなもののが食べられてていいるのかを見ていきましょう。地中海食の典型的な10個の食品は次の通りです。1、緑の葉野菜2、他の野菜3、ナッツ4、ベリー5、豆6、全粒穀物7、魚8、花菌9、オリーブオイル10、ワイン さていかかがでしょうかどれもね健康的そうなものばかりですよねそして地中海食の特徴をまとめると次のようになります特徴1季節の野菜果物全粒穀物豆ナッツ類などを毎日食べる特徴2オリーブオイルを日常的に使う特徴3魚介類鶏肉 卵チーズヨーグルトを週に2から3回食べる特徴4牛肉豚肉お菓子やケーキなどのデザートは少量に控えるさてさて地中海食のイメージがだいぶつかめてきたでしょうか地中海食でたくさん食べられている食材や地中海食の特徴を眺めてみるとわかる通りいかにも健康に良さそうな食事法ですよねさてこれまで解説してきたように地中海食にはさまざまな健康効果がある ありますのでぜひ皆さんには実践してほしい食事法になるんですがいきなり食事法をガラッと地中海食に変えるというのはなかなかハードルが高く途中で挫折してしまう可能性も高いと思いますそこで少しずつ地中海食の食材を食事に取り入れていくという方法をお勧めいたします地中海食の特徴はなんといってもオリーブオイルをふんだんに使用することでありますですからいつも使っている油を やめてオリーブオイルに変えるというだけでも大きな効果が得られると思います料理に使用していた油をぜひオリーブオイルに切り替えてみてくださいオリーブオイルは若返りをはじめとした様々な健康効果が認められている地球上で最も健康なオイルなんです例えば オリーブオイルには炎症を減らしてくれるオレイン酸とオレオカンタールという強力な抗酸化物質が含まれております。慢性炎症は心臓病、癌、メタボリックシンドローム 糖尿病病関節炎ななど多くの病気のの気主要な原因の一つであると考えられていますそしてこの慢性炎症というのは老化の根本原因でもあると考えられていて老化したくないのなら体内の慢性炎症を減らしていくということが超重要になってくるんです実際長生きしている人は体内の炎症レベルが低いという特徴を持っているということも分かっておりますそこで タルという強力な抗酸化物質が含まれているオリーブオイルの出番となるわけなんですまたねオリーブオイルは血管もツルピカにしてくれますオリーブオイルは血管の内側を覆う内皮の機能を改善してくれたりさらには血圧を下げてくれるということが様々な研究によって示唆されておりますさらに オリーブオイルにはオレイン酸が豊富に含まれていて、LDL コレステロール、通称悪玉コレステロール低下の効果も期待できます。さらに、抗酸化作用のある多種多様なポリフェノール類も含まれております。また、オレイン酸には満腹中枢を刺激して、食欲を抑える作用があると言われています。また、ご飯、パン、 パスタなどの糖質を含む食事の際に一緒にオリーブオイルを少量取ると血糖値が急上昇するのを防ぎ老化の大きな原因となっている糖化という現象を予防してくれるそうですまたね血糖値が急激に上がるのを防げるということは太りにくくなるということつまりオリーブオイルにはダイエット効果まであるということが言えるんですさて このようにオリーブオイルの健康効果をね、一つ一つ述べていくとキリがありませんし、皆さんもオリーブオイルのメリットについてはもう十分理解できたと思いますので、この辺でやめておきますが、生活の中にオリーブオイルを導入する際に一つだけ注意点がございます。それは、絶対にエキストラバージンオリーブオイルというものを買うことです。スーパーパには 単にオリーブオイルとしか書かれていないものも売られていますが皆さんはぜひともエキストラバージンオリーブオイルと書かれているものを買ってほしいんです理由を一言で言うとオリーブオイルの中でエキストラバージンオリーブオイルが一番質の高いオイルだからですこれまで述べてきたオリーブオイルの数々のメリットはエキストラバージンオリーブオイルのみに当てはまるとお考えください 理由が気になるよという人はご自身で詳しくリサーチしてみてほしいですがここでは結論オリーブオイルはエキストラバージンオリーブオイルのみを買いましょうということだけを強調してお伝えさせていただきますさていかがでしたでしょうかそれではここまでで2つ目の最強に若返る薬エキストラバージンオリーブオイルについての解説を終わりにして次に行きましょうそれでは次3つ目の最強に若返る薬緑の について解説していきたいと思います。さて。 最後にご紹介したい若返りの薬は緑の葉野菜ですこれは先ほどちらっと紹介した地中海食で頻繁に食べられている食材の一つでありますそして実は緑の葉野菜は特に私たちの脳にとって最強の若返りの薬となるということが研究によってわかっているんですなんとですよ緑の葉野菜を食べると脳年齢が11年若返る可能性があるということが 最新の研究によってて示唆されているんですというわけで、この研究結果を受けて、ここで言いたいことはとてもシンプルです。皆さん、緑の葉野菜を食べましょう。いつまでも脳をシャープに保ちたいとか、いつまでも脳を若々しく保ちたいとか、いつまでも自分の頭で考えられる人間でいたいと思う人は、積極的に緑の葉野菜を食べるようにしてほしいんです。また、後ほど説明しますが、緑の葉野菜には、脳を 若々しく維持する効果だけでなくその他にも多くのメリットを私たちにもたらしてくれるということが膨大な研究によってわかっておりますのでぜひともこの動画を見てくださった皆さんには緑の葉野菜を摂取することをおすすめしたいんです緑の葉野菜といえば例えばケールほうれん草キャベツレタス ルッコラチンゲンゲなどがありますどれもね、スーパーで簡単に手に入って、お値段もお手頃ですから、よくわからない、科学的根拠のない若返りのサプリなどを飲むお金を、ぜひともこっちに使っていただきたいと思うんです。さて 年を取れば見た目が老化してしてまううとということは皆さんご存知だと思います。そして見た目と同時に私たちの脳も年を取るにつれて老化していってしまうんです。外からでは目に見えませんからなかなか気づきにくいかもしれませんが私たちの脳も 確実にに年を取りにつれててて老化ししいってしまうんです実際レントゲンや CTMRI などによって私たちの脳を目で見える化してみると年を取るにつれて脳が萎縮しているということが肉眼でもわかるそうです脳が萎縮していった結果脳の重さも年を取るにつれて軽くなっていき90歳になると60歳の脳よりも 5から7程度軽くなると言われています一般的には30代くらいから少しずつ脳の萎縮が始まり65歳くらいになると肉眼的にも明らかな萎縮があることがわかるようになるんです萎縮の速さとか程度は個人差によるところが大きいんですが病的に萎縮してしまうと認知症などの脳の病気になってしまいます よく言われているように認知症のような脳の病気は突然ある日発症するんじゃなくて20年ほど前からその原因がコツコツと積み重なって発症すると言われています。 例えば、認知症の原因として、最も多いアルツハイマー病という病気は、15から20年という非常に長い年月をかけて、脳のゴミであるアミロイド β という物質が蓄積した結果、引き起こされると考えられています。ですから 脳のゴミをできるだけ早い段階でクリーニングしさらに極力ゴミを出さない生活習慣を続けることで脳の衰えを防げたり認知症の発症を先送りにできるというわけなんですそして先ほども言った通り30代くらいから少しずつ私たちの脳の萎縮が始まっているんですしかし脳の萎縮や脳の老化には個人差が存在するんだよということも先ほど同時にお伝えしておりますですから とも私たちは緑の葉野菜を積極的に食べるなどして今から脳の萎縮や脳の老化を食い止めていこうではありませんかさて皆さんにはすでに新しい研究の緑の葉野菜を食べると脳年齢が11年若返る可能性があるという結論をお伝えしておりますこの結果を受けて研究者は次のようにコメントしております 記憶力や認知能力を失うことは、年を取るにつれて人々にとって最大の恐怖の一つであります。認知能力の低下は アルツハイマー病と認知症の中心であるため緑の葉野菜の摂取量を増やすという非常にシンプルかつ手頃な値段の非侵襲的な方法がアルツハイマー病と認知症から脳を保護する可能性がありますこのようにコメントしているのでぜひとも参考にしてくださいさてまあ皆さんにはね緑の葉野菜を食べると脳が若返る可能性があるんだという結論を知っていただければ十分なんですが一応ここで 興味がある人のために今回どんな研究が行われたのかということを本当にサクッとだけ紹介しておきましょうか。 シカゴのラッシュ大学とボストンのタフツ人間栄養研究センターのモリス博士たちは960人の高齢者を被験者として選びました参加者の平均年齢は81歳であり研究の開始時点では全員がれ、ね、認知症ではありませんでした参加者には平均して5年近くにわたって認知を評価する一連のテストを毎年受けてもらいました調査の開始時に実施された食物摂取頻度 アンケートのデータを活用して研究者は過去12ヶ月間に人々が約144個の食べ物を食べた頻度を評価しましたその結果緑の葉野菜の摂取は認知機能の低下を遅らせることと有意に関連しているということを研究者は発見したんですもっと具体的に言うと最も消費量の多い人と最も消費量の少ない人を比べると緑の葉野菜の最も消費量が多かった人はの 年齢が11歳若いやいやこれはなかなかすごいことですよね緑の葉野菜を摂取することは認知機能の低下を遅らせ脳を若々しく保ってくれるという素晴らしき効果があるようですこの動画を見終わったら是非ねすぐにスーパーに駆け込んで緑の葉野菜をゲットしてください ではなぜ緑の葉野菜にはこのような素晴らしき効果があるんでしょうか研究者らはまた認知の変化と緑の葉野菜に豊富に含まれている葉酸フィロキノン硝酸塩アルファトコフェロール ケンペロールルテインなどの栄養素との関係を調べましたその結果これらの栄養素の摂取はそれぞれ個別に有意に認知機能低下の速度の低下と関連しておりましたまあねちょっとごちゃごちゃ言ってしまいましたがつまりですよ緑の葉野菜に含まれるフィロキノンルテイン 葉酸などといった成分のおかげで認知機能低下を遅らせることができているんじゃないのということなんです。まあね、ルテインとか葉酸が健康にとって重要な栄養素であるというのは皆さん既に聞いたことあるかと思います。こういった素晴らしき栄養素が緑の葉野菜には豊富に含まれているから、緑の葉野菜は私たちの脳を若返らせてくれる効果があるんだと推測されているわけなんです。またね年を取る れにつれて悲しいことですが私たちの認知機能はどんどん低下していってしまうということが分かっています誰だってその機能低下を防ぎたいと考えるでしょうそんな時は今回の研究を参考にしてほしいです緑のハヤサイに含まれる様々な栄養素が私たちの脳を守ってくれるわけなんです是非緑のハヤサイをしこたま食べましょう また、緑のハヤサイの効果は、ここまで説明してきた脳を若々しく保ってくれるという効果だけではありません。膨大な研究によって、緑のハヤサイには他にも様々なメリットがあるということが分かっているんです。例えば 緑の葉野菜は心臓病のリスクを減らしてくれる可能性があります。2021年の最新の研究によると、硝酸塩が豊富な葉物野菜を1日1杯だけ食べると、23年間の研究期間中に観察された5万人の研究集団の心臓病のリスクが大幅に減少していました。 葉物野菜に含まれている硝酸塩が血管に良い影響を与えたことによって心臓病のリスクが減ったのではないかと推測されておりますさらにこの同じ研究例緑の葉野菜は血圧を下げてくれるということも示唆されております硝酸塩が豊富な葉物野菜を最も多く摂取した被験者は葉物野菜をあまり食べなかった被験者よりも収縮期血圧が優位に低いということを研究者は発見しております またそのほかにも。 緑の葉野菜は研究によってコレステロール値を下げてくれる効果が報告されていたり肺がんのリスクを減らしてくれる効果が報告されていますさてさていかがでしょうか緑の葉野菜は私たちの健康に欠かせない素晴らしき栄養素が豊富に含まれており私たちに素晴らしいメリットをもたらしてくれます緑の葉野菜はスーパーなどに行けば1年中簡単に見つけることができますしお値段もサプリなどに比べると はるかかに安いですからぜひとも緑の葉野菜を積極的に食事に加えていただければとても嬉しく思いますそしてね緑の葉野菜が健康にいいだろうということは皆さんの直感にも合致すると思いますので納得して食べていただけるのではないでしょうかというわけでぜひ緑の葉野菜をよろしくお願いいたしますそれでは本日の内容をまとめておきたいと思います本日は絶対ににるべき最強に若返る 薬として3つ紹介させていただきました一つ目はブロッコリースプラウトでした ブロッコリースプラウトとはブロッコリーの芽のことで普通のブロッコリーの20倍以上のスルフォラファンを含むスーパーフードですスルフォラファンは体の解毒力や抗酸化力免疫力を高めてくれ老化を吹き起こす物質の一つである AGE を減らしてくれメンタルにも良い影響を与えてくれるということが研究によって示唆されているということをお伝えしましたそして二つ目がエキストラバージンオリーブオイルでした エキストラバージンオリーブオイルは健康全般に良い影響をもたらす地中海食の代表的な存在であり老化の大きな原因となっている炎症を減らしてくれるオレイン酸とオレオカンタールという強力な抗酸化物質が含まれております。 他にも血管をつるピカにしたりコレステロールを下げてくれたり食欲を低下させてくれたり血糖値が上昇するのを防いでくれるんだよということをお伝えしましたそして3つ目が緑の葉野菜でした緑の葉野菜を食べると脳年齢が11年若返るということが示唆されております緑の葉野菜の最も消費量の多い人と最も消費量の少ない人を比べると最も消費量の多い人は脳年齢が11歳若いということがります が判明しましまたなぜ緑の葉野菜にこのような効果があるのかというと緑の葉野菜に含まれるフィロキノンルテイン 葉酸などの成分のおかげで認知機能の低下を遅らせることができると推測されていますその他にも緑の葉野菜は心臓病のリスクを下げるコレステロール値を下げる肺がんのリスクを下げるといった効果もあることをお伝えしてきましたさてさていかがだったでしょうか皆様それではここからは先ほど説明した3つに加えて有名なのですでに皆さん知っていると思ってあえて取り上げませんでしたがやはり若返るためには 健康になるためには欠かせない素晴らしき食材についてサクッとだけ解説していきたいと思います。さて、まず皆さんご存知、超有名なのがナッツです。ナッツは様々な健康効果をはじめとして若返りや老化にも効果的であることが分かっているそうです。 そしてナッツがすごいのはナッツには死亡率を下げてくれるという素晴らしすぎる効果があることですナッツを週1回未満しか食べない人でも全く食べない人に比べれば死亡率は7%低くそして 驚くべきことにナッツを毎日食べる人は食べない人に比べて死亡率が20%も低かったということがナッツの消費量と死亡率の関係を調べてくれた大規模な研究によって判明しているんですそしてナッツのメリットはこれだけにとどまりませんその他のナッツのメリットとしましては次の4つがあります1心臓発作のリスクを下げる2悪玉コレステロールを下げる3寿命が伸びる4 糖尿病を予防するこういったメリットがナッツには報告されておりますというわけでもうかなり有名なことですがナッツというのは非常に健康に良いとされていますので本日紹介したものと合わせてぜひ摂取していただければ嬉しく思いますそして次に有名なのがおそらく脂肪の多い魚でしょうアジイワシサバ サーモンなどの脂肪の多い魚には私たちの健康にとって非常に良い影響を与える良質な脂質が含まれていて体の炎症を減らしてくれたりとか老化を防いでくれたりと様々な効果がありますこれらの脂肪の多い魚に含まれているオメガ3脂肪酸は心臓病 炎症および他の多くの問題に対して効果的であるとされていますこれらの脂肪の多い魚にはオメガ3脂肪酸以外にも良質なタンパク質 セレンアスタキサンチンなどの体に良い成分が含まれていてお肌をピチピチに保つのにも役立ってくれます肌の滑らかさや肌の綺麗さが若く見られるためには非常に重要な要素であると言われておりますから脂肪の多い魚をたっぷりと食べることでしっかりと肌を綺麗にしていきましょうまた研究によると オメガ3脂肪酸は強力な皮膚バリアに関連していて皮膚に損傷を与える炎症を軽減するのに役立つ可能性が指摘されておりますさらにサーモンなどの脂肪の多い魚は良質なタンパク質が豊富で体がコラーゲンやエラスチンといった肌の健康に重要な成分を生成するのを助けてくれますアジイワシ サバサーモンなどの脂肪の多い魚のメリットについては他にもあるんですがちょっとね動画が長くなってきてしまいましたのでこの辺で泣く泣く切り上げたいと思いますさてここまでナッツと脂肪の多い魚を追加で説明してきました是非今日紹介したブロッコリースプラウトエキストラバージンオリーブオイル緑の葉野菜という3つに加えてナッツや脂肪の多い魚を積極的に食べると良いでしょうそしてナッツと脂肪の 多いい魚というののは途中中でで紹介した地中海食食代表的な食材でもあります毎日の食生活にナッツを取り入れるとか脂肪の多い魚を取り入れるとかオリーブオイルを取り入れるなどといった風に徐々に地中海食に近い食事ができれば最高だと思いますさていかがだったでしょうか皆様本日は最強に若返る薬総まとめということで様々な科学的知識を盛り込んだため非常に情報量の多い 動画となってしままいすみませんでしたしたかしね若返りとか老化は皆さん関心のあるテーマだと思いましたのでしっかりと解説させていただきました本日の動画を見ることによって少しでも健康な人が増え若返る人が増え老化を防ぐことができる人が増えれば頑張って動画を作った甲斐があり私はとても嬉しく思います 本日は以上になります。この動画が良かったよという人は、私のやる気アップと、さらなる動画のクオリティアップにつながりますので、高評価ボタンとチャンネル登録、ポチッとよろしくお願いします。また、本要約チャンネル、論文解説チャンネル、残酷すぎる世界の真実という3つのチャンネルも頑張って更新しておりますので、興味のある方は、概要欄のリンクから、他のチャンネルにも訪れていただけると、とても嬉しく思います。ではまた次の動画で、皆様と一緒に に学習できることを楽しみにしておりますよ。また次の動画でお会いすることにしましょう。本日はご静聴ありがとうございました。